津島オメガ局国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。地図津島オメガ局はかつて長崎県上谷形郡上津島町大蔵に設置されていたオメガ広報のための送信教区海上保安庁が管理していた。党の正式名称は津島オメガ局送信用鉄塔で通称オメガ電波鉄塔オメガタワー オメガ島とも呼ばれた。解体開始までは地上454.83メートルであり、東京タワーなどを上回る日本一高い建造物であった。また、2010年9月13日に東京スカイツリーが地上461メートルになるまでは日本史上最も高い建造物であった。自立塔ではなく、塔本体を多数のワイヤーで支える形式の塔のため、 設置面積は船手腕をまたいで1キロメートル四方に及び、中は空洞で垂直タラップが設置されていた。4 5 0ル以上を垂直に登るのは非常に体力を要し、そのため途中に休憩所が設けられていた。オメガ工法はアメリカ合衆国が開発した電波工法であり、船舶や航空機などに利用するもので、1960年代より実地試験が行われ、 1970年代より本格的なシステム構築が行われてきていた。オメガ極は世界に8つあり、2つのオメガ極からの超超波の電波の位相差を計測することで距離が分かり、現在地を知ることができた。日本についても、1966年頃よりアメリカとの協議の上、オメガ広報への参加検討が開始され、1967年から、 無線局設置場所の検討が行われた。1969年に津島への鉄塔方式での建設が決まり、1970年10月に建設工事が開始され、1975年に完成、同年5月から供用が開始された。鉄塔の建設、管理は日本側で行ったが、送信装置はアメリカから無償対応された。近年は、 GPS などの利用が進み、1997年9月末に閉局となった。閉局に伴い、塔を保存しようという声も上がったが、維持管理などの問題から解体することが決定。1998年に解体工事が開始され、2000年3月末に解体が完了した。解体後は、 オメガ島跡地公園として整備され、地上から10メートル程度がモニュメントとして残されている。解体された鉄塔の一部は近海の魚礁として陳設されている。ありがとうございます。